はい、ヒューイの声を担当しております夜永翼です。よろしくお願いします。夜永さんよろしくお願いいたします。お願いします。ではお隣お願いします。はい、デューイの声でかはい、デューイの声を担当してます長塚拓真です。よろしくお願いします。長塚さんよろしくお願いします。お願いします。大きなボリュームで驚きましたね。大きいですね、では最後にお願いしますはい、ルイの声を担当してます小林大輝です。よろしくお願いします。小林さんよろしくお願いいたします。普通だよえ普通長塚さんのだけ大きいですか。通っちゃうから出ちゃうの声がでかい。じゃあちょっと静かめにいきますやりますかね。はい、はい、ということでお三方ご登場いただきましたけれども、ちょっと今日お洋服を見ると、うん、赤と青とグリーンですよね。そうですね、そうですね、うん、もしかしてこれはキャラクターの。そうですそうです。カラーに揃えてテーマカラーになってます。なるほど、うん、はい、もう身も心もダックテールズと。そうです ね今日はそうですね、染まってます、ね、やっぱりね、うん、間違いなく、身もね、今日はですねダックテールズについてはもちろんですけれども皆様の幼少期の頃のお話など、はい、盛りだくさんの内容で、はいはい、お話伺ってまいりたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではどうぞおかけください。はい、失礼します。失礼します。失礼します。あれなんでヒューイだけ白いんだけど人が。本当だ、本当だ、やっぱ長男だからじゃないですか。ちょっとフォーマルですし、そうそうそう、今日そうですね違う、こういう場だから記念の衣装でこうだと思ったんですよ、ね、ポケットチーフまで。夜永さんだけなぜジャケット、うん、あの、いや、こういう場所でなんかあの撮影とか入るんで、うん、綺麗めな格好で行こうと思ったなるほど、プロ意識ですよこれが。じゃあ2人もジャケットかなんか上に羽織るものを持ってきてるのかなと思ったら、うん、まんま T シャツだったいやなんか T シャツありますよって聞いてたからじゃあいいやと思ってそうなるよね、はい、まあ、まあ、せっかくですし見えるようにと思ってというか、うん、はい、こんな個性的な3人で多くて多くしてます。はい、わかりました。でですね、昨年からスタートしたダックテイルズですけれども、はい、もう今ではディズニーチャンネルを代表する人気アニメーションとなっていますよね。ありがとうございます。あの吹き替え声優のオファーをいただいた時ってどんなお気持ちだったんでしょう夜永さん。いやもう、あ、でも最初、うん、ダックテイルズってタイトルを聞いた時に、うん、オリジナルの作品なのかなって思ってて、うんうんうん、そのまだドナルドの、ね、甥っ子たちのお話だっていうのを、うんうん、その VTR を見るまで分かんなくて、うんうん、あ、そうなんだ。そうなんですよ。だから吹き替えができるんだ、アニメーションのアニメの方ができるんだと思って嬉しくなってて、うん、で VTR を見たらおやおやおやと思って台本にもヒューイドゥイルイって書いてあるから、うんうんうん、あれこれってもしかしてって思ってみたら、あーこれよく知ってる3人組ってすごいテンションが上がってめっちゃ家でジタバタしてたのジタバタその様子見たかったですねジタバタしてる。いやでもそうだよね、みんなもそうですよ。そうですね、ですね、うん、あ、これディズニーシーで見た3人やと思ってそうね、いるもんね。そうそう、あの子たちにワイが声当てるんやと思って、ね、まさか自分の声が、うん、そうなんですよ。びっくりした。嬉しかったですね、うん、嬉しかったですよね、うんうん、長塚さんもじゃあもう歓喜の舞を。そうですね、こうやってかわいい家で、マジか、家でやってましたよ。本当に、うん、テンション高いです。ダックだけ本当か、ダックだけに仲良くなれるかな俺でもそのディズニーシーで見ていた本物のダックテイルズたちの声をすることになって、うん、長塚さん今踊ってましたけど、うん、プレッシャーとかはなかったですか。いや、それはありますよ。だってディズニー作品ですからね。そうですよね、やっぱ他の作品とはわけが違いますから、うんうん、でもやっぱ最初の頃はあの3兄弟がどういう性格かっていうのもやっぱりまだ、うんうんうん、あのはっきりしてないというか、割とみんな同じような性格だったんですけど、うんうん、それから回を重ねるごとにどん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 それぞれのキャラが濃くなっていったんでうんうん、うん、そこに合わせていって僕たちもどんどん演技が変わっていったんじゃないかなっていうのは感じますね。なるほどなるほど。では小林さん、オファーを受けた時の感想は。そうですね、僕もすごく嬉しかったですし、うん、まあでもなんか続けていく上でなんかこの3人でこのヒューイ・デューイ・ルイっていうのがなんかぴったりだなっていうふうにも思いましたし、うん、その初めてもらった時にそれこそ交番表があるんですけど、はいはい、もう見た時に誰が誰をやるかとか全然知らなかったんですよ、うん、見た時に、まあ、ヒューイを夜永さんで、うん、デューイが長にゃんっていうのを見て、うん、なんとなくこの並びなるほどなっていうふうに思ったんですよ。納得っていう、納得みたいな、まあ、声の高い3人が揃ったみたいなふうに思っていて、うん、でどんな感じで演じるんだろうっていうのがすごく楽しみでしたね。一番初めは、うん、最初は誰が長男とか知らずに決まったっていう感じなんですか。まあ、そうですね、ヒューイ・デューイ・ルイっていう
存在自体は知ってたんですけども、うん、誰がどの役で、うん、むしろそのヒューイ・デューイ・ドゥ・ルイに誰が決まったのかを知らなかった状態だったんで、うん、その降板表を見て初めて知ったんで、うん、その時は驚きとともに、あ、この3人でこのヒューイ・デューイ・ルイができるんだっていう喜びもありましたね。与永さん、このお三方はもともとお知り合いだったんですか？そうですね、うんうん、現場でちょいちょい会う2人だし、小林君はもうあの僕が別の作品でやってた作品でずっと一緒だったりとか、そうですね、中にはいろんな現場で一緒になったりとかしてたんで、なんかこの2人があの弟っていうところだったんで、すごくだからもう安心はできましたし、ものすごい、うん、あのわちゃわちゃできそうだなっていうか。なるほど、うん、じゃあ長塚さん最初から息がぴったりだったと、はい、そうですね、うん、もうなんかユニゾンするとこあるんですけど、もう誰が誰の声だかわからないぐらいみんな声が似てて確かにこれ兄弟だわっていうのはすごい、そのもうそのスタッフさんからもやっぱ声似てますねっていうのがあって、やっぱ、まあ、ぴったりだったのかなっていうのはすごい感じましたね。一、ねうん、つ長いのがあったんだよね、結構その揃えるやつ、ね、最初の方のね、そうそうそう、話の時にね、あの議論すべきだみたいなところがあったんですけど、うんうん、いやそこを合わせるのはちょっと大変でしたね。大変だったね